中日ドラゴンズのジャリエル投手が亡命という報道がありましたけれども、ライデル投手は開幕から頑張ってくれるとのことです。ファンからはライデル投手に感謝の声とともに、ライデル投手の亡命への不安の声も上がっています。WBC キューバ代表で戦った中日ドラゴンズのジャリエル投手とライデル投手、ジャリエル投手は亡命でメジャー球団と契約を目指すという報道がありました。一方、ライデル・マルティネス投手は WBC で3試合に登板しているんですけれども、開幕カードから同行してくれるという報道がありました。立浪監督はどちらかは開幕からいてくれないと困るというふうに語っておりまして、ジャリエル投手はそれが難しそうというような話もあって、立浪監督のこれはとても大きな要望なんですけれども、それにライデル投手は応えて WBC から帰ってきてすぐ開幕カード同行してくれるという流れになりました。田嶋投手が遅れてきたお土産はなんていう話があったそうなんですけれども、ライデル投手は僕自身がお土産、優勝できるように頑張りましょう、さあ行こうというような掛け声があって、中日ドラゴンズのファンからも感動の声が上がっています。一方、ライデル投手の亡命にも不安な声が上がっています。こちら見ていきましょう。ジャリエル・ロドリゲス投手なんですけれども、メジャーのスカウトによればロドリゲスは5年5000万ドル65億5000万円という破格の契約を結ぶ可能性があると。そして評価は先発ローテで3番手から5番手という話があるわけですね。 NPB とは比較にならない高年俸で、ライデル投手の心っていうのがどう動くのか、ここについて心配の声っていうのもやっぱり上がっています。今後は他のキューバ選手たちも含めて、ライデル投手も含めて亡命してしまう可能性があるんじゃないか、亡命が加速してしまうんじゃないか、そんな不安の声がファンから上がっています。ディナレスコーチが在籍していても亡命は避けられないのかという不安の声があります。一方、ファンからはライデル投手に感謝の声が殺到しています。ライデル投手に対しては WBC もキューバ代表で頑張って、そして開幕から中日で投げてくれて本当にありがとうというような感謝の声がたくさんあります。そしてライデル投手だけでも帰ってきてくれたのが本当に救いだと、ライデル投手とジャリエル投手どっちも抜けてしまうということになると本当に戦えないぐらい厳しい状況になってしまいますからね。セーブ王のライデル投手が帰ってきた、これは本当に大きいです。ライデル投手が胴上げ投手になってしまったら、もう本当に泣いて喜ぶ、本当に感謝すると、まあ、そんな声もありました。まあ、あとは今後、ライデル投手がジャリエル投手に続いて亡命しちゃわないか、すごく心配だという声も上がっています。以上です。